呪術廻戦最新233話、マコラの適応の新事実がヤバい。に対する読者の反応。マコラだけ不可侵貫通してるわけじゃなくて、マコラが触ってると解除の仕組みなのか。消火器とか水とか呪いの王じゃなくて消防士かよ。消火器弾けさせて悟られないようにして、マコラの攻撃に合わせてビームって戦闘 IQ 高すぎだろ、東堂か。メインアタッカーマコラ。マコーラの攻撃ガード中はスクナの攻撃も当たるってことやね。よく読んだらマコラの敵を撃って不可侵貫通じゃなくて消滅させんのかよ。イカれてるだろこの式神。式神権限させなくてもいいなら鹿の能力使い放題じゃん。スクナって呪いの王とは思えないぐらいなりふり構わず攻撃してくるよね。そこが王たるゆえんかもしれんが、式神権限せず能力引き出すとかさすがにちょっとなんでもありすぎんか。徳差がチートすぎる。権限させずに能力だけ使うってもう術式の前提もクソもないな。権限させなくていいならしか使い放題ってこと？もう何でもありやん。水でいいのに自分の血を使う送電術式。水師の影がだんだん薄くなる。水師使わないけど術式2つ同時使用できないのか？増産放水か重量生かして押しつぶすかだったけど応用すればこんな使い方もできるんだな。式神を権限しなくても能力引き出せる宿儺さん強いやん。式神の能力使えるなら適応も自分に行かないの？式神の能力を式神を出さずに使えるとか急にわけのわからん新戦術出てきたな。特殊で真似されてしまう程度の送電術式自分の血を消費します。カモケさすがに弱すぎるやろ。マコラの適応はマコラにしか適用されないってこの前劇中で言ってたけど、この描写だともうただの能力無効能力じゃね。伏黒がこの戦い見てて復活したら全部使えるようになれたらいいけど、そんなことは起こらないんだろうな。スクナさん自分の術式どうしたんですか？水師、マジで外れ術式だったの？恵みの術式最高。スクナこいつポケモントレーナーだろ。五条の顔に血がつきっぱなしなのは反転の出力落ちてるからか？やっぱ徳沙は最終的に式神の能力込んで全部術師に還元される感じか？ここまで徳沙出すならもう伏黒の活躍なさそうだな。ここまでポテンシャル引き出してると徳沙だよりとも言いづらい気もする。これ最後の式神じゃなくて合体式神ってこと？おそらく拡張術式、聖帝知らずのような。壊されても元となった式神は消えないってことかね。呪いの多すげー。これコントヌエだけじゃないよな？可愛い玉剣にヌエ混ぜるだけでこうなるって。ヌエどんだけブスやねん。徳沙の影宝術最強やんけ。玉剣とヌエだけじゃ角生えなくね？これしかとかも融合されてない？チャレンジャー少なやるじゃん。五条倒すにはこれぐらいしないとな。合体式神は伏黒もやってただろ。その時は拡張術式って言ってたけど観王獣ってなんやねん。拡張術式じゃないの。拡張術式で作った式神は消えないし同時に複数体出せる。スクナのネーミングセンスダサすぎるだろ。なんだよアギトって。アギトあの容姿で胸あるじゃん。全体見たらエッチだ。尻尾にヘビいるやん。破壊された式神の能力を引き継ぐ設定はここで回収か。ヌエかコンどっちかメスだったん。アギトエッド。五条悟る余裕だな。もっとヒリヒリしないと。先決お気に入りスクナちゃん。徳沙と無加減使いが相打ちになるわけだわ。五条普通に余裕で対応してて草。強すぎる。賢弱がラスボスかなこれ。あれは拡張術式だと思っておくよ。ヌエとコンがいないなんて考えられん。スクナ復活早えよ。ずるすぎ。アギトがコンとヌエの融合なら伏黒も使えたはずやん。そう考えるとマジで宝の持ち腐れだな。徳沙の影宝術強いな。なんだよアギトって知らないものを出すな。さすがにもう両者かなり消耗してるよ。マコーラとアギトだよりの攻めってことは宿儺もかなり出力落ちてるし、接近戦が無理なほどのダメージっぽい。式神召喚の呪力消費も相当のはず。一回しか食らってないのに赤がほとんど効いてないってやばいだろ。そもそもマコラが触れてる間は他のやつの攻撃も通って、適応じゃなくても早無効化では。徳沙強すぎだろほんま。スクナが徳沙使いこなせてるから、伏黒の存在意義がどんどんなくなってしまう。無制限の挙式でマコーラ消すけどスクナが風画か何かやって五条も瀕死。そんで最後の無料空所でスクナと伏黒道連れかな。恵みんいなかったらマジでどうやって倒すつもりだったんだろ。自前の術式の無加減じゃお話にならないスペックの差があるし、かといって領域の高密度斬撃浴びせながらの格闘戦でも押されるレベルみたいだし、無理ゲーやん。スクナ、五条の本帰国戦ノーダメって耐久高すぎだろ。
ずっと外にいた奴が送電術式だけで家督告げるもんなの？と思ってたが、徳佐の強さ見せられるとそやなおや無視して当主に指名されるわけだわ。無制限挙式ってなんや、脳は大丈夫なのか？同じ術式でも出力とテクの違いでここまで差が出るのおもろいな。まさに宝の持ち腐れ。反転術式の出力が落ちてるとなるとここで反転してくれる鹿が役立ちそうだな。徳佐が最強の術式に見えてきた。五条家 VS 全員家の御前試合をやりたかったんだな。適応済みのマコラが触れてる間は無加減バリア消えて第三者でも攻撃可能になるってのが割と驚き。天の坂鉾みたいになってるな。少な強すぎてやばいな。誰も勝てんだろこれ。伏黒の戦いの方が面白かった。少なはつまらない戦い方。あれだけ術式使いこなしてるならそれはもう少なの才能なわけだからな。それはそれとして3対1は卑怯ですね。伏黒がいなかったら少なとっくに負けてるな。マコーラに他の式神全部合体させてアルティメットマコーラ作った方がいい気がしてきたぜ。まあ少なの外れ術式が最初から徳佐だったと思えばいいよね。あいつの術式なくても別に展開変わってないだろうし。少なの鮮血がお水でよかったな。毒だったらあそこで終わってた。五条と全員の送電強すぎて申し訳なさ程度にカモケの技使わせてて笑った。少なの呪力が多すぎる。五条相手だから好きないけど、術者弱っても反転しかに直させりゃいいし、徳佐強すぎるな。伏黒の呪力量が増えたら少なみたいに術式を使いこなせる？乙骨が徳佐の影宝術コピーしたらマコラ VS マコラいけんのかな。少ななんでこんなに徳佐の影宝術のこと知ってるんや？五条パイセン強すぎて草生えた。カシモの少なにしか使う気がない一発限りの術式の出番は？あと使われたらきつそうな式神の能力ってなんかある？玉剣の爪は特急にも傷をつけるってやつかな。これ少なは徳佐使ってると水氏は使えないのか。式神に前線任せてる少ながおかしいのではなく、下等とか伏黒みたいなポケモン術式持ちのくせに、自分からドガドカ殴りかかってくる光線ゴリラスタイルが悪い。少なは達人なのに術式がシンプルすぎた。今は徳佐を最高にエンジョイしてる。少な全然気絶してなくて笑った。マコラ出てるから意識ある可能性は普通にあるんじゃないのかと思ったけど、あまりにも白目気絶確定化のように拡散されてたから自分の感覚おかしいのかと不安になったじゃんよ。腕章を権限しないで能力使ってるのってマコラを権限させないで法人出してるのと同じ感じなのかな？というか合体させたやつは破壊されても大丈夫なんか。ってことは少なの莫大な呪力量と出力で弱さをカバーすればいくら破壊されても大丈夫な盾の完成やん。黒線ってなんか意味あったんかな。反転で直す箇所なら赤くらった時の方が多そうだし。少な様使いこなしてるのかっこいい。これは惚れるよ。徳佐の術式ずるすぎねえ。無加減に適応したのはマコラであって、そもそも少なの水鉄砲って通るんだっけってレベルで理解できてないわ。マコーラが攻撃が当たってる間は無限バリアが剥がれてるっぽい。マコラが触れてる間ならなぜか攻撃通るという新たな設定が加わった。それもう適応じゃなくて無効化だろって思うけども。マコラだけがバリアを通過できるんじゃなくて、殴ると不可侵バリアが消えるのか。え、マコラってそういう能力なん？適応じゃなくて無効化やん。ついに五条が少なすげーって言い始めるのくさ。五条は攻略楽しみながら戦ってるな。